伊藤先生、今回はこのイスラエル問題で詳しく分かりやすく、ハマスって何？切羽詰まってんじゃないの、うん、今もうガザ地区の人たち生活が苦しいわけよね。ハマスに来てる批判みたいなものをもう誰がついてるのっていう感じになると皆さん口を揃えて、外国人の人質取れば、だからそういう差別されてる人たちがこのハマスのニュースを見て盛り上がっちゃって、始まりました。もちチャンネルです。さあ、今は10月10日ですけど、2023年。まあ、イスラエルとね、パレスチナの問題っていうのがね、取り上げられておりますね。まあ、ハマスに関してのニュースがたくさん出てると思うんですが、世界史講師にやはり聞いてみないとわからないことたくさんあると思いますので、はい、そちら聞いてみたいと思います。ゆきお先生にちょっと解説していただこうかなと思います。ゆきお先生出るかな？なんか、ね、寝るかもって言ってたんで。あ、繋がりました。はい、ゆきお先生出ました。はい。サラマレイ君、はい、あ、そっちにします？そっちだったらこっちで、はい、いいですけど、はい。いやいや、ぐるぐる回ってたらちょっとこっちも変えなきゃいけない。はい、あ、これ映ってんの？はい、映ってますもう、はい。ということで、今どこでしたっけ？今いるの？ウィーン。あ、そうです。ウィーンにいますんで、はい。ウィーンから、はい、ゆきお先生。さっき着きました。はい、そうですね。はい、ゆきお先生、今回はこのイスラエル問題ですね。ちょうどまあユーテラでも中東戦争ね、はい。はい、ちょうど1ヶ月ぐらい前に出まして、ユーテラのコメントも来てるんですね。今ちょっとやっぱゆきお先生に解説して、こうめちゃめちゃ寝ながらみたいな感じそれ真面目な内容だけど寝ながらみたいになっちゃうしょうがないな、ちょっとベッドに座ってやるか今何が起こってるのかですね。何話したっけ、中東戦争で。でもここまで話してんじゃないの。パレスチナの自治政府、パレスチナ国家が2つに分かれてるよって話した気がしたんだよ、はいはいはい、そうですね、多分 で、はい、でその2つのうちに今穏健、戦いたくない方の穏健派がヨルダン川西岸にいて、戦ってる暴れたい人たちがガザ地区にいるっていう話だよね、はい、そんな話した気がする、はい、その辺のことをちょっと詳しく世界史講師、ね、今のこんな詳しく無理だろ詳しく分かりやすくまずじゃあこうやっぱり多くの人が多分見てて、そもそもハマスって何だと思ってる人が多分多いかな。日本で言うとヤクザみたいなもんじゃないのもう直球、はい、軍隊じゃないからね、国軍じゃないし、普通にただ暴れたい人たち、外交方針が和平じゃなくて暴れる人たちのグループという感じ、うん、一応政治家たちがいるからね、あんなこと選挙してさ、うん、ハマスの代表、あ、だから政党だよ、うん、まあありてるのは政党、はいはい、パーティーですのイメージだと思った方がいいかもしれない。暴れる政党というのか暴れ政党、昨日も誰かと話してたんだけど、はい、流せることじゃないかもしれないんだけどね、はい、もうなんか積み重なっちゃったんだよね、多分不満がね、はい、すごく、はい、ただまあなんでこのタイミングなのかっていうのはちょっと分かんないな、なんか切羽詰まってんじゃないの今、うん、そうですね、このタイミング、いやまさにちょっと僕のね友達も来月イスラエルに行くってなってた、このタイミングでちょっとびっくりして、あ、そう、はい、ちょっと危ないっていうか、まだハマスの戦闘員、はい、まあ、ハマスなのかハマスの支持者なのかわかんないんだけど、うんうん、まだあの落下傘部隊で戦闘員がね全員捕まったわけじゃないので、まだあと 7,8 名ぐらいは生きて残ってるんじゃないかな、イスラエルの中に。ただ彼らがテロするというか、本当街中に入ってきて何をするかまだわかんない状態なので、うんうん、ちょっとイスラエルは危険かなという感じはするけどね、うん、なぜ暴れるのかを、難しいですね、なかなか短い時間で言うのは。なぜ暴れる？あ、そうです、まあまあ揉め事の原因的なものを、土地、まあすごい長い年月をかけてさ、はい、本当はアラブ人たちがたくさん住んでたところにユダヤ人が入ってきちゃって、最終的に戦争とかで負けて土地を取られちゃったっていうのはなんとなくわかるじゃん、はいはい、アラブ人たちがね、うん、でその土地を取られちゃって、でも少しずつ返してもらったんだよ、多少、はいはい、国際的な圧力でね、うん、で返してもらったのが今ある2カ所ね、ガザ地区とヨルダン川西岸、はい、で返してもらったけどまだそれじゃ足りない、もともとは半分ぐらい持っていた、いやもっと持ってたからね、はい、だってもともとは 90% が全部アラブ人の土地だったからね、やっぱね、うん、そんな昔の70年ぐらい前のことを言っても始まらないのかもしれないけども、まあ、それをずっと引きずってるとかいう感じ、体だよ、体ではそうなんだけど、はい、結局ハマスの人たち、あの地区の人たちってめちゃめちゃ貧しいのよ、すごい貧しくて、でしかも今回こうやって世の中物価高騰じゃない、でパレスチナの食べ物って比較的トルコとかが支援してくれてで食べ物を輸入してるんだけど、やっぱり物価が上がってるからさ、もうガザ地区の人たち生活が苦しいわけよね
で、その苦しい状態、場合に対して、じゃあ誰に文句言うか、ガザ地区の人っていうのは。それはもちろんハマスに文句を言うわけよ。おお、なるほど。で、そのハマスっていうのは、まあ、さっき言った時、政党の一つだから、いわゆる選挙で勝って政権を握るって形なのね。はい。そのアラブ人は2種類今、政党があって、そのハマスともう一つが、ファタハっていうやつ。で、ファタハっていうのが、ヨルダン川西岸の方の、まあ、比較的、お金ないけど、比較、どっちかっていうと比べてガザ地区に住んでる人よりはお金持ってる人たち。おお、なるほど。なんで、結局アラブ人たちが2つ対立してて、ハマスとしては、ファタハに勝ちたいわけよね。うん。同じアラブ人のそのパレスチナ人の中において、そうすると自分たちが人気がなくなっちゃうのは困るじゃない、はい、なのでハマスに来てる批判みたいなものをそらしたいわけよ。おお、なるほどなるほど。で、そうすると、そらすってことは、まあ、敵を作るってことだからね。まあ、よくあるパターンですね。そうそう。で、それって、実は今回だけじゃないんで、毎回同じことだけど、今回別に1回、2回じゃなくても、何度もやってるし、たまたま今回、すごい大規模にやったわけさ。うん。今まで、俺も過去にもう何回か知ってるけれども、その87年のインティファダ以来だと、多分もう6回も7回もやってるんだよ、同じこと。うん。で、今まではロケット弾撃って、仕返しでミサイル撃たれるみたいな感じの繰り返しててさ。うんうんうん。イスラエルもミサイル撃ってばさ、一般人に当たっちゃうじゃないですか、やっぱり。はいはい。そう、一般人に当たると、イスラエル批判が来るじゃん、やっぱり。うんうんうん。そしたら、人気を回復できるわけよね。うんうん。ハマスって。なるほど。なんかそういうのは、この文字みたいなやり方なんですよ。でもそれももう分かってて、みんな。はいはい。で、今回は、これはまあ、まず、もちろんおそらくだし、今度僕動画でやるんだけど、うん、一個他の人たちも言ってたけど、基本的には国際情勢の問題だよ、今回は。一人ぼっち。ガザ地区が一人ぼっち。うん。ハマス一人ぼっちみたいな。なんかもう武力で何かをして外交していくっていうのはもう流行らないのよ、あの地区で。で、忘れられてるわけ。だってみんな今和訳してんじゃん。例えば、アブラハム計画ってんで、イスラエルがアラブ人たちと仲良くなったりさ、で、例えばイランとサウジアラビアが仲良くなって、みんな仲良くなってるわけよ、徐々に。なるほど、なるほど。ハマスだけなんかそれができないっていうの。しちゃうと人気なくなっちゃうからね。うんうんうん。それをやめられずずっと来ちゃって一人ぼっちになっちゃってるから、ちょっと僕見てよちゃんとっていう感じや。じゃあちゃんといるからちゃんと見てみたいな感じのやり方なんだよね。でも今回は多分用意周到に、これだけはこれは分かってないんだよ。いつもみたいなよりは用意周到だし、規模的に大きいし、壁を乗り越えてイスラエルの中に入るのってのは初めてだからね、今回。なるほど、なるほど。うん、だから、もう相当、切羽詰まってたのか、すごい大きかったから、誰かが後ろについてんじゃないのってみんな言うわけよ。はいはい、はい。いろんな有識者とかは、はいはい。他と今までと違うから、うん、もう誰がついてるのっていう感じになると、皆さん口を揃えて、イランって言うわけよ。はいはいはい。みんながイランっていう。うん、だからもう、それ証拠も何もないわけよ。証拠なんて何一つない。うんうん、例えば、確かに武器はイラン製の武器ではあるんですよ。飛んできたミサイルがイラン製のミサイルだってのは分かるんだけど、うん、そんなのイランが直接渡したとは限らないわけじゃん。だってレバノンってミサイルがイラン製なんで、レバノンから流れてるかもしれないしね、うんうん、だってロシアから流れてるかもしれないじゃん。なのに分かんない分かんないけど、そうやって言うのよ。イラン必ずみんながイラン関与とかなんか言うわけよ。関与してるかもしれないとか、うん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 、で、結局、イランが嫌いなんだよ、皆さん。なるほど。で、なんで嫌いなのかっていうと、アメリカがイラン嫌いじゃん。だから結局みんなアメリカは右に習いさ。はいはい。僕はイランじゃないと僕は個人的には思ってる。なるほど。まあ、まさにこの情勢になって、結構だから、ユーテラもそのイランの動画が見られ始めてるんですよ。はい、そうなんだ、まあ。何の動画でしたっけ、トルコ、イランって、なんか3つ、サムネで出てる。あるある、アラブ、はい、アラブ、トルコ、イランですね。はいはい、あれにもコメントとかが来るようになって。あれ重要だよね。あの考え方は重要。いや、でもね、イランがさ、称賛してるわけよ。今回、パレスチナ人がやったことを、ハマスがやったことを称賛して、はいはいはい、よくやった、みたいなこと言ってるわけよ。うん、でさ、普通に考えて、本当にイランがバックについてたらそんな称賛しないでしょって。うん、なるほど。見え見えじゃん、だってそしたら、うんうん、俺がやったよみたいな、うんうん、普通なら隠すって。ああ、なるほど。だからイランじゃない。まあもちろんイランがお金とかを援助してることはあるし、そのお金が武器になってるなんてことも、うん、それは可能性はあるし、多分そうだと思うんだよ、うん、そんなどこの国だってやってることじゃん。だから僕はなんかこう今考えてる陰謀説みたいのいろいろ考えてて、この YouTube でやるときにどんな陰謀説を考えようかなとは思ってたりする。いろいろある。だってまだ本当のことは分かんないし、少なくともハマスだけではできないです、あれは。うん、なるほど。できないできない、無理無理。だって考えて、普通に考えて、イスラエルってアメリカがバックについてて衛星が見えるんだよ。衛星から見えるってことはだよ、だってロケット弾3000発以上撃ってんだぜ、はいはい、
だってロケット弾3000発置いといたら見えるでしょ。なるほど、衛星から。はい、いくら布かけたって。でもおかしすぎるもん。最初俺やらせかと思ったもん、イスラエルの。最初はね、被害者の方に申し訳ないけど、最初俺やらせかなと思った。そんなの3000発も撃つなんてさ、撃つ前に気づくもんだって、イスラエルなら。まあそれはモサドってあの秘密警察が見落としたんだみたいなことをみんな言ってるけど、そんな見落とすかなっていう。俺はそれを思って、なんかいろいろあるよ。だから今回は、まあわかんないけど、勝てないもんだって、そんな。絶対にイスラエルには勝てないもんだって、100%。うん、だって勝つなんて思ってないし、彼らって。今回一番大きくしたのは人質だよね、やっぱね。そうですね。誰から教わったんだろうね、人質取るってこと。あんな大量に。しかも外国人人質にしてるからね。そうですね。なんかパーティーとかでね、でっかい。そうそう、あれは多分狙ったんだよ。なんかのフェスみたいなのがあってね。そうですね、フェスで。はい。で、ガザ地区の近くで、それを狙った可能性は高いんだよ。うん。で、外国人の人質取れば、ドイツ人もいるし、インド人もいる、タイ人もいるって言ってたじゃん。だから絶対に外交圧力かけてくると思うんだよ。そしたらイスラエルは捕まえてる、そのハマスのメンバー、捕まってる人がいるからさ、それを釈放することにはなるね。ああ、なるほど。じゃあ、それが、まあ、目的のうちの一つみたいな感じですか？そしたら。まあ、一つだろうね。でも、3000発も撃たなくていいと思うんだけどさ。なるほど。そんな浅い話かどうかはわからないし、うん、今日のニュースだったよ。エジプトがガザ地区で起きている現象をキャッチして、前の日にネタニヤフに伝えたらしいよ。そしたらネタニヤフが、そんなことないよって言って、蹴られたらしい。で、エジプト政府からの AP 通信がなんか発表したんだよ。今朝。まあ今朝ってこっちで今朝ね。はい、やっぱりエジプトは察知してるみたい。あ、まあもちろんもともとガザ地区に住んでる人って、エジプトに住んでた人がいっぱいいるから、なおさらなんだけど、っていうのがあるんじゃないかなとは思うけど、だからちょっとイスラエルとか、あ、僕心配なのが、ヨーロッパが心配。今僕、ベルギーからさ、今日だよ。さっきブリュッセルからウィーンに飛んだんだよ。はいはい、そうですね。飛行機怖かったよ、やっぱり。ああ、そうなんですね。厳しかった。ああ、なるほど。ベルギーやられてるじゃん、16年かなんかに。はいはいはい。イスラムにね。なんで、今回何が僕が怖いかっていうと、ハマスがやって、まあ一応ハマス曰く成功したっぽいんだよね。したっぽいので、そういうのを見て、ヨーロッパに、なんでヨーロッパなのかっていうと、結局貧しいアラブ人なんだよ。はいはい、例えば、アラブ世界に住んでるアラブ人はやらないですよ。おー、なるほど。それは別に差別されてないじゃん。うんうん、怖いのはヨーロッパに住んでいるアラブ人で、やっぱりそれこそベルギーに住んでる人とかは、すごい貧しくて差別されてるから、フランスとかもね。だからそういう差別されてる人たちが、このハマスのニュースを見て盛り上がっちゃって、じゃあやるべっていう人が出てもおかしくない。なるほど。それちょっとだけ心配、今日ちょっとみんなに見せられないけどさ、俺実はアラビア語のツイッターみたいな、あるんだよ。なんかこう、人々が写真を見てそれにコメントするのがあるんだけど、すごいですよ。すごい。もう、ハマスのやった映像がガンガン流れて、そこにコメントがわーってアラビア語でつくの。わーっとみんな称賛。なるほど。カッコして国の名前書いたんだよ。はいはいはい。一番多いのイエメンです。ああ、なるほど。イエメン。だからやっぱり、貧しい国のアラブ人たちとか、戦ってて苦しい人たちっていうのは、今回のこういうように勇気を持たせられるんだろうな。なるほど。だからこれは対応を誤ると違うところで問題が起きる可能性はある。ヨーロッパは多分注意してると思う。なるほど。じゃあまあ、イスラエルと、まあ、パレスチナの宗教戦争みたいに見えるけれども、そういったものがあるってことですよね。なんか貧困とかさ、友達が殺されたとかさ、親がなんとかって、もうなんか宗教問題じゃなくなってるんだよ、パレスチナ問題って。なるほど。もうないない、全然、そんな宗教の考え方ないもんだって。誰か止めないといけないんじゃないかなと思う。もともとだってイランがもし味方をするって言ったっておかしい話でも、ハマスって完全なスンナ派だしさ、イランってシーア派だから、イスラム教って宗派が違うと絶対仲良くないからね。でもそうなってないってことはこれ国際情勢の問題なわけさ。なるほど。だから宗教戦争って感じではもうないですよ、これはね。いやー、これは分かりやすく深いところまで、はい。言えたんじゃないでしょうか。やるよ。土曜日、YouTubeでやるので。じゃあ、ゆきお先生のチャンネル貼っときますんで、そちら見ていただきまして、またユーテラの方もね、出てますので、懐かしい。ご覧夜だよ、ガサガサしない思い出しましたけど、はい。やったね。はい。もう習ってました、ね。それは言わなかったけど。はい。ではでは、そういう形でですね、はい。はい、また。ありがとうございます、ゆきお先生。ありがとうございました。はい、また。お疲れ様です。
はい、という感じでした。まあ皆さんからのね、はい、コメント来てたんで、YouTube 上ですね。はい、ぜひとも、まあこれでね、きっかけとして考えてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ちょっと勉強になったかなと思いますので、はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。ぜひ、ゆうてらも、ゆきお先生のチャンネルも見てください。